マセラティは4月19日、ニシーター2ドアクーペ、グラントゥーリズモ。マサラティグラントゥーリスモ、新型の高性能グレード、トロフェオ。上海モーターショー2023に出展した。ゼロ、時速 100km 加速3.5秒で最高速は時速 320km。新型グラントゥーリズモの来年エンジン搭載車には、 新世代 V6、ネットゥーノ、ネッタノー、ネプチューンが採用された。すでにスーパーカーの MC20 に積まれている3 0リットル v 型6気筒ガソリンツインターボエンジンだ。新型グラントゥーリズモには高性能グレードのトロフェオが設定される。すでにトロフェオはグレカーレ、ギブリ、デバンテ、クアトロポルテに用意されている。 新型グラントゥーリズモのトロフェオには、新世代の3 0ル v 型6気筒ガソリンツインターボエンジンのネットーノの高出力パンを搭載する。最大出力は 550HP に強化された。トランスミッションは8速 AT、駆動方式は AWD となる。0、100km、H 加速3.5秒。 最高速時速 320km のパフォーマンスを可能にしている。最新のマルチメディアとインフォテインメントを装備。マセラティイノベーションラボで開発され。トリノのミラフィオーリの製造拠点で生産されるグラントゥーリズモ新型は100%イタリア製。マセラティの全モデルに共通するコンセプト。 イタリアンラグジュアリーパフォーマンスを象徴しているという。外装のデザインは、長いボンネットと4本のフェンダーが交差するボディ、中央部をはじめ、マセラティのすべてのモデルに共通するクラシックなプロポーションを踏襲している。ルーフラインはダイナミックに下がり、マセラティのアイコンの7トライデント、三つまた槍のロゴを配したピラーのカーブが強調されている。 新型グラントゥーリズモのインテリアには、マセラティ・インテリジェント・アシスタント・ MIA の最新のマルチメディアシステム、最新のインフォテインメント、主な機能をタッチスクリーンのインターフェースに集約したコンフォートディスプレイ、デジタルクロック、ヘッドアップディスプレイ、オプションなどを装備している。 スポーツカーのパフォーマンスと長距離走行に適した快適性の両立が目標。新型グランツーリズムは75年前の1947年に登場したマセラティ A6500 1から始まったシリーズのストーリーに新たな賞を刻むモデルだ。A6500 1はマセラティ初の量産車でデザインはピニンファリーナが手がけた。 新型グラントゥーリズムはスポーツカー特有のパフォーマンスと長距離走行に適した快適性を追求している。スポーティー、ラグジュアリー、コンフォートと開発の初期段階から顧客の要望に焦点を当てることで新型グラントゥーリズムはスポーツ性能と長距離走行に適した快適性の両立を目指している。新型グランツーリズムは The Others Just Travel 人生を彩る快適な旅をコンセプトに掲げる。このコンセプトを具現化し、マセラティの未来への前進を象徴するモデルに位置づけている。